さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。よしお前ら席につけ。お前たちが楽しみにしてるこないだのテストを返していくぞ。どうだみんな、自分のテストの点ちゃんとどこが悪かったかとか復習するんだぞ。分かってるな。南條はいつも優秀だな。本当に真面目に授業も受けているし、先生としては鼻が高い生徒だよ。本当ありがとうございます。先生の授業の教え方が上手だからですよ。おいおい、そんな褒めても何も出ないぞ。先生、ちょっと質問なんですけど、ここの問題ってなんか僕がやったことあるゲームで出てきたんですけど、何だったっけな、あれ、秘密の花園。わー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 、お前なんだ、どの問題だ。たく、お前はまたいらんこと言おうとしただろう。先生が悪いんだよ。あ、ちょっと待って先生。あ、ちょっと後ろの人が押してくる。ついでに多分もう一人押してくる。あ、もうこれ走り出したし。何二人とも押すなんてすごい力だね君。先生がゲームからパクって問題を出題するからだよ。俺にはお見通しさ。はあ、でもお前はテストの点は優秀だもんな。さすがパソコンオタクだな。俺、王子先生の授業が一番楽しみなんだ。今学期もよろしくね、先生。はいはい、今学期っていうか、今年もよろしくな。ほら、早く次の授業行ってこい。頑張れよ。みどり、あんたに話さないといけないことがあるの。ちょっと来て。え、なになに？どうしたの？そんな神妙な面持ちして。いいから、ちょっと、こっちで会議始めるわよ。あ、なんか、ジュース買ってあげるから。あれ？ちょっと待って、こんなのあったっけ。あれ、私あんまり記憶がないんだけど、これ何かできるの。何もできない。バイって出たから一瞬、え、もしかしてこれなんかお金払って飲めるシステムなのって一瞬ちょっと思っちゃったけど違った。何飲む。じゃあ私野菜ジュース。うん、わかった、フルーツジュースね。え、聞いてた。もう今の話。まあいいから飲みなさいよ。わあ、すっごい話なのよ。何、そんなにハードル上げちゃって大丈夫？みどり、発表するわよ。実は私。どうしたの？王子先生に告白でもしたの？え、うん、そうなんだけど、そんな真顔で先に言わないでくれる？ハードル上げた意味。そうなのよ、こないだみどりと離れた後に思い切って王子先生にちゃんと好きって伝えたの。でもそのなんかはぶらかされたっていうか、気づいてないっていうか、はあ、やっぱり相手にされてないのかな。うーん、多分ね、王子先生は気づいてると思うよ。でもやっぱり生徒と先生っていう関係だし、なんか桃と関係性が崩れるのがやっぱ嫌なんじゃないかな。なんかあれ以来王子先生とすれ違ったりしてもちょっとこう気を使っちゃうっていうか。うーん、確かに難しいよね。王子先生的には今まで通り接してほしいのかもしれないし、でももしかしたら王子先生だって桃のこと気になってきてる可能性だってあるし。え、気になってきてる可能性やっぱあると思う？やっぱりちょっとでも可能性あるかな。そりゃ多少あると思うよ。だから桃は後悔しないように思い切ってもう一回言ってみれば。そんなもう一回告白だなんて、私もう心臓持たないんだけど。多分次告白したら絶対口から心臓3つぐらい飛び出る。え、じゃあいいの？桃はもし王子先生がねね先生とか飯田先生みたいな大人な女性と激しい夜を過ごしても。あんたなんてこと言うのよ。あんた笑顔でよ、笑顔でそんなこと言わないでよ、悪魔ね、あんた。はあ、でもな、王子先生と自然に二人きりになれる機会なんてそうそうないよ。はあ、今年はまあまあみんなテストの点数上がっててよかったな。ん？お手手は清潔にってどんだけ書くんだよ。ここしかも高校だぞ。別にこんななんか小学生みたいなこと書かなくていいだろう。しかも何枚貼ってんだよ。絶対思いつかなかったんだろうな。今学期も頑張りますか。お疲れ様です。王子先生、お疲れ様です。どうでした、生徒たちの反応は。いや、まあ悪いやつは悪いまんまでしたけど、全体的なテストの平均点で言えばそこそこ上がってたんで、担任としては嬉しい限りですね。
それは良かったですね。ていうか王子先生ってほんと腕もツルツルだし顔もツルツルだし、いやー羨ましいな。うわ出た、絶対またこのくだり、絶対自分の毛の話するよ。あーもうめんどくさいから早く終わらせようと。鈴井先生も結構ツルツルになってきたんじゃないんですか？いやそうなんですよ、あんなに腕毛もボーボーでジャングルみたいだったのに、やっぱり脱毛サロンに通ってよかったなと思います。ほら鈴井の顔にズームイン。いやきついわお前のアップ。ちょっと鈴井先生、王子先生をそういう扱いするのやめてください。王子様なんですから。ねえねえ先生、たまにはこの鈴井も王子様扱いしてくれてもいいんですよ。いやお前今日近いよ。なんで、あ近すぎるって。だからお前でも結構綺麗な瞳してんな。あそうだ王子先生、伊藤桃ちゃんっていう生徒って王子先生も受け持ってますよね。え伊藤ですか？はい伊藤は確かに俺の授業も受けてますけど、あーなんだろう、こないだから伊藤っていう名前聞いただけでちょっとだけドキドキしちゃうんだよな。実は伊藤さん今学期あんまり成績が良くなかったみたいで、その放課後私から言おうと思ったんですけど、ちょっと親戚の用事ができちゃって、よかったら王子先生代わりに呼び出しお願いしてもいいですか？え、ああ、わかりました。そういうことなら俺が言っときますね。やっべ、二人っきりになっちまうじゃねえか。ああ、どうしよう。いやいやいや、何考えてんだよ俺。ただの生徒と先生なんだからさ、関係ねえよ。そういう感じは抜きにしよう。何俺ちょっと緊張してるんだ。ただ放送で伊藤呼び出してその成績について話し合うだけだからな。なんで俺こんなちょっとドキドキしてるんだ。あの王子先生ちょっとだけお話いいですか？びっくりした、飯田先生いたんですね。王子先生最近私登場してなかったですけど、ちゃんと王子先生のこと見てましたよ。あはいありがとうございます。ていうかなんか飯田先生と放送室に一緒にいるのって懐かしい気分になりますね。そうですね、確かに放送室でスイカ割りとか言ってあんなことやこんなことしてましたもんね。いやちょっとやめてくださいよ、その動画見返すの恥ずかしいです。それで一体何の用ですか？今からちょっと生徒の呼び出しを行うんですが。王子先生、余計なことかもしれないですけど、生徒と先生はそういった関係になったらダメなんですからね。先生が今まで培ってきた教師人生一瞬で終わったりしますから。飯田先生やだな、何の話してるんですか？僕は今からただ伊藤を呼び出してその成績についての話をするだけで。王子先生は優しすぎるからちょっと忠告しに来ただけですよ。ああ私伊藤ちゃんにちょっと負けてるの嫉妬しちゃうな。何の話してるんですか本当に。もう飯田先生ったらただの大人のおせっかいですよ。頑張ってください。あはいわかりました。よし呼び出すか。伊藤桃至急放送室まで来なさい。え今王子先生の声だったよね。どうしよう。桃いいチャンスじゃない、最終決戦頑張ってきなよ。はあとうとう覚悟を決める時が来たみたいね。ああやばい心臓本当に3つぐらい出そう。ああどうしよう、でも私後悔したくないし頑張ろう。失礼します。え王子先生何してらっしゃるんですか？ああ伊藤よく来てくれたな。ちょっとあれだよ、なんかお腹が出てきたから腹筋してたんだよ。言えない、緊張を紛らわすために腹筋してたなんてとても言えない。ところで伊藤、その話はだな、その今学期の伊藤の成績についての話になるんだが、まお前としてはなあまり聞きたくないと思うがすぐに終わらせるからちょっとだけ話聞いてくれ。先生確かに成績の話も大事なんですけど、そのこないだ王子先生に言った話私本当ですから。こないだ言った話、
確かあれだよな。俺もそりゃ伊藤のことは大好きだぞ。そんなこんな可愛らしい生徒に好きって言われるなんてな。俺も教師やっててよかったな。おじ先生、ごまかさないでください。私本気でおじ先生のこと好きなんです。その生徒と先生って分かってるんですけど、でも私もう言っちゃいますけど、おじ先生付き合ってほしいんです。伊藤、お前本気で言ってるのか。あー、ついに言っちゃったよ。顔から火が出そう。顔から火が出て目の前の王子先生を全部燃え尽くしちゃいそう。伊藤、その今までちょっとごまかしてきてごめんな。俺もちゃんと伊藤に俺の気持ち話そうと思う。あまり期待を持たせるようなことは言いたくないからはっきり言うぞ。正直今俺は伊藤にそういう気持ちは抱いていない。だからそのなんていうか付き合うことはできない。ごめんな。ただ伊藤が高校を卒業してもう少し大人になってそれでも俺のことがまだ好きって言うんだったら、その時は一緒に一回ご飯でも行くか。王子先生、わかりました。ありがとうございます。いやいやいや、泣くな伊藤。泣くんじゃないよ。うわー、伊藤泣くなよ。でもここでハグとかしちゃったら伊藤の気持ち考えるとな。あー、どうしよう。先生、今の答えはつまりまだ私にも勝ち目はあるってことですよね。そういうことになるかな。お前切り替えめちゃくちゃ早いな。びっくりしたよ。先生、言っときますけど、私どの女性よりも王子先生のこと愛してますからね。私に期待を持たせたこと後悔させてやりますから。ああ、わかったよ。これからの伊藤の成長楽しみに待ってるよ。じゃあ先生、今学期もよろしくお願いします。ではでは。先生に振られちゃったよ、セグちゃん。でも私絶対諦めないんだから。私のおじ先生への愛は永遠に不滅よ。今日もツインテールなびくなびく。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。